こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はこれで完璧、個人事業主向け節税御膳を動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンを運営しています。また SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひそちらの方もチェックの方よろしくお願いします。また個人事業向け、フリーランス向けに本も出版してますので、こちらの方もよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、個人事業主おすすめの節税御膳をランキング形式で紹介していきたいと思います。本日の内容です。自営業向け基本のおすすめ節税御膳を5位から1位でランキング形式で紹介していきます。そしてね、ちょっとね、ランキングには入らなかったんだけど、おすすめ節税番外編ということで紹介しておりますので、ぜひ見てください。次はやってはいけない節税を紹介します。そしてまとめという流れになってます。本日の動画もよろしくお願いします。私はね、自営業フリーランス向けに本を出版しています。 Amazon、 楽天ブックス、 Kindle 版もあります。書店でも置いてあるね、本屋さんあるかと思いますので、ぜひそちらの方チェックの方よろしくお願いします。まあ、みんながね、わからないこと、疑問に思うであろうことが一冊にギュッと収まってますのでね、最初のバイブル本としては本当に、またね、起業して数年経った方でもかなり役に立つ内容入ってますので、ぜひチェックの方お願いします。基本のおすすめ節税御膳ということで、まずランキング5位からいきますね。5位はふるさと納税です。こちらは寄付金控除というもので、申告書の欄の寄付金控除で控除がされます。要は寄付した金額の2000円を引いた金額が控除されます。ですので、例えば3万円ふるさと納税をすると2000円を引いた金額ですので、2万8000円が寄付金控除ということで控除になります。これをすることによって所得税と住民税が下がります。そしてこのふるさと納税のおすすめの点がこちらなんですけど、手軽さとギリギリ駆け込みでも間に合うというポイントです。これはふるさと納税というのは年末の12月31日までに申し込めば、その年の節税に滑り込みでね、間に合うことができます。またあと手軽さですね、商品を選ぶ大変さというか楽しさもありますし、比較的手軽にできる節税の一つになってますので、またこのね、ギリギリでも間に合うということでおすすめです。ただふるさと納税の注意点としては、人それぞれ所得によって上限額が違いますので、そこはね、ふるさと納税をこれ以上しても節税効果がないですよっていう上限額のことです。この上限額があるので注意をしてください。で、このね、上限額のシミュレーションやふるさと納税の詳しい解説は動画の方を作っていますので、ぜひこちらの動画の方をね、チェックしてみてください。5位はふるさと納税でした。次4位いきます。はい、基本の節税御膳の4位は加入して節税対策をするものです。これは小規模企業共済と控除額ということで、申告書の欄のこの小規模企業共済と控除の欄で記入する節税になります。要は加入して節税するんですけど、じゃあ一体何に加入すればいいんですかというと、小規模企業共済とイデコの加入、この2つを合わせて紹介します。小規模企業共済っていうのは、自営業個人事業主の方は会社員のように退職金が出ませんので、これを毎月かけていくことによって、自分が廃業した時、またはお店を閉めた時、会社員でいう退職のイメージだと思いますけど、お店を辞めた時に退職金がないため、毎月かけていって退職金を用意していくっていうイメージが、この小規模企業共済になります。そしてもう一つはイデコですね。聞いたことあると思うんですけど、要は将来の年金の金額がちょっと不安なため、自分で個人でかけておこう、要は将来の自分の老後の資金を作ろうというものがイデコになります。この小規模企業共済とイデコの加入をして節税対策ができます。小規模企業共済の掛け金なんですけど、これは月額1000円からマックス7万円まで自由に設定することができます。なのでね、最初ちょっと厳しいなってことは2、3万円からとかね、スタートすることができますし、いやもうね、マックスかけないといけないっていう方はもうマックスかければかなりの節税となります。イデコの方は月5000円からね、月6万8000円がマックス、要は自営業のイデコの上限額は6万8000円となってますので、こちらね、両方加入することもできますので、どちらか片方というわけではないので、かなりの節税につながります。小規模事業共済をマックスかけると年間84万円、イデコ6万8000円をマックス12ヶ月分かけると81万6000円、こちらの小規模共済
生とイデコの子の加入掛け金なんですけど、全額所得控除となります。ですので小規模マックスかけて84万円、イデコマックスかけて81万6千円のこの合わせて2つの金額が全額所得控除できるということです。イデコの注意点はこちらです。申請に時間がかかります。最初申し込みしてから2、3ヶ月書類提出して商品を選んで、もしくはね、その手続きのやり取り、もしくは商品選ぶのにも時間がかかりますので、早くて3ヶ月くらいは申請や選ぶのに時間がかかると思ってください。ですので今年ね、もうね、令和4年分の節税に使いたいという方はもうすでにしないと、今5月ですからすぐに6、7、8で夏が来てしまうわけです。最速で動いても半年分しかイデコをかけることができませんので、こちらすぐに動くことがポイントです。申請に時間がかかるということで、早めに今すぐ動いてください。そしてこちらもう一つ、小規模企業協賛の方なんですけど、これは金融機関や商工会議所等でやっていますので、どこでやってるかね、自分のところの金融機関、商工会議所等々に確認して書類を記入して申し込みの方をしてください。こちらはね、イデコとは違って、まあ、月払い年払いもできますし、ギリギリになっても次の1年分をまとめて払うことで令和4年の節税に入れ込むことができますので、12月の上旬頃に、まあ、要はね、この金融機関や商工会議所 の締め切り等ありますので、そちらを必ず確認する必要があるんですけども、12月中に動けば間に合いますけども、まあ、早めがね、余裕があっていいと思います。というわけで、小規模企業共済とイデコの加入、これが加入して節税対策をしようということでランキング4位に紹介させていただきました。次は3位の紹介です。はい、基本の節税5000、第3位は開業費の償却になります。開業費っていうのは何かと言いますと、オープン前に使った経費、まあ、準備のために使った費用を開業費として計上して償却することができるんですね。これは開業費を償却するときに経費として計上できることで節税になりますよっていうことです。で、開業費については以前こちら動画作ってますので、ぜひそちらの方のね、動画でどうやって償却すればいいのかという実務のね、経理を解説してますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。そして開業費の使い方として正しいのは、この利益が出た時に償却して使うというのが大事なポイントです。赤字の時にね、開業費償却して経費として計上しても意味がありませんので、節税したい場合は利益が出た時に償却して使うと覚えておいてください。そしてね、開業時、要はオープンの年に計上しておく必要がありますので、そちらの方気をつけてください。ですので開業費っていうのはね、知っておかないと、要は知らないと損をするという風な内容になっています。例えば300万円の開業費があって、今年100万円償却しようと思って経費に計上するとなりました。この開業費があるのとないのとでは税金額がかなり違ってきますので、開業費っていうのは節税のかなり重要なポイントになるかと思います。要は節税になりますよということで、3位に開業費を挙げさせていただきました。次は2位の紹介です。第2位は青色専従者給与です。この青色専従者給与っていうのは何かと言いますと、家族の給料を経費にすることができるというものです。基本的に家族やね、自分の給料っていうのは自営業の場合って経費にすることができないんですけど、この青色専従者給与を使うことで家族の給料を経費にすることができます。こちら専従者給与という科目で経費に上げていきます。青色専従者給与、要件があります。こちらね、上げておきましたのでチェックの方お願いします。生計が一緒の配偶者、その他親族であること、その年の12月31日の時点で15歳であること、その年を通じて6月を超える期間を従事していること、要は他にね、パートや会社員として働いてたら専従していないですよということですので、アウトになります。こちら要件がありますのでご確認ください。で、青色専従者給与についても実は過去に動画を作っております。詳しい内容を知りたいという方はそちらの動画で押さえてください。そしてね、こちら税務署に事前に届け出が必要となります。この締め切りはね、どういう書類を出せばいいんですかっていうものもね、出版した本にも書いてありますし、こちらの動画でも紹介していますので、ぜひそちらの方をね、見直していただいて、第2位の節税、青色専従者給与をうまく使っていただければと思います。このね、家族の給料を経費にできるってことなんですけど、例えばね、手伝ってくれている配偶者に月8万円12ヶ月分出すと96万円分この専従者給与ということで経費にできるということです。ですので年間96万円となるとね、やるのとやらないのとは全く違ってきますので、2位にランクインをさせていただきました。ぜひやってみてください。次にね、1位を紹介します。これはね、1位はね、かなりもうね、皆さんご存知のものなんですけど、やはりこれが1位に来るかなというふうに個人的に思いますので紹介をします。基本の節税5000、第1位は青
色申告特別控除です。これもう皆さんご存知ですよね。申告には白色と青色があって、もう税務署も税理士も青色申告の方が基本的におすすめですよというのはやはり理由があるわけです。それが何かと言いますと、最大65万円の控除、これにつきます。こちら経理をねきちんとすること、プラス電子申告で申告書を提出することで最大65万円の控除がもらえます。こちら青色申告特別控除もね、事前に税務署に申請が必要となりますのでお気をつけください。今年いきなり青色にしようって言ってね、青色にすることはできません。で、青色申告承認申請書を税務署に事前に提出する必要があります。そしてこのね、青色申告特別控除のね、この申請方法や申請期限についてね、動画で過去作っておりますので、そちらの方ねしっかりチェックして条件をクリアして最大65万円をぜひ狙ってみてください。会計ソフトを使って経理をきちんとするだけでもらえるこの65万円、またはね電子申告でできないということは55万円で10万円ダウンするんですけど、55万円、65万円もらえるというのはかなり他のやつと比べても現金がね出ていかないっていうのもあるし、会計ソフトを使うとかなりハードルが下がりますので、やはり一番やりやすい、そしてねメジャーな節税ということで、第1位は青色申告特別控除を挙げさせていただきました。今ね紹介した5位から1位を全てするとかなり税額に大きな違いが出てきます。やるのとやらないのでは全く税金の金額変わってきますので、しっかり皆さん押さえて5つの節税項目動画それぞれ作ってますので、もう少し詳しく知りたいなとかね、実際やるにあたってどういうことに気をつければいいのかなどなどね、各動画で詳しく紹介をしてますので、ぜひそちらの動画と合わせてこちらの動画を見てそちらの動画へ飛んでいただければと思います。そして次に5位のランキングには入りませんでしたけど、番外編ということで2つの節税をさらに紹介しちゃいます。はい、それでは番外編です。これはねある方ない方いるかと思うんですけど、要は国民健康保険、国民年金のもし未納分があれば追納をするという方法です。オープンしたてまたは開業したて赤字が続いていて支払いが滞ってたっていうね場合あると思うんですよ。どうしても手が回らなくてついついとかね、そういうもし未納分があれば利益が出た年に追納してください。これは社会保険料控除っていうところで支払った分が全額控除対象となります。こちらねそれぞれもし未納分があるって方はねいくらあるかっていうのねこちら側ではわからないので、市区町村に行くかまたはね国民年金の前は年金事務局の方に直接連絡していただいて、いくら今残っているのか、もしくは追納することが可能かどうか確認して、もし可能であれば未納分があれば追納することをお勧めします。そしてもう一つの番外編なんですけど、2つ目、これは経費を使うということです。これはね皆さん耳にしたことあるかと思います。要は必要なものを購入して経費の金額をね要は上げて所得額を小さくして節税にするというものです。その中でもなんですけど、一つおすすめのものがあるので紹介します。これは特例の少額減価償却を使うというものです。基本的原則に10万円以上のものを買うと減価償却しないといけないよっていうルールなんですけど、少額減価償却の特例を使うことで一括してその年の経費に全額することができるんです。これを知ってるのと知らないのでもまた少しね差が出ていきます。こちらの特例なんですけど、ルールがありまして、10万円以上30万円未満というルールになってますので気をつけてください。35万円40万円のものは減価償却をしなければならないということになります。そしてこちらもう一つルールがあって、年間300万円になるまででしたら OK ですよということです。ですのでね、メタルやったらじゃあ20万円のものをねいくつもいくつもっていうかできるわけではなくて、上限は300万円ですよということです。でこちら減価償却がよくわからないとかね、この特例の少額減価償却って何なのっていう方は動画を過去に作ってますので、この減価償却ね初心者ならわかるみたいな感じで作ってますので、こちらで減価償却はほぼ網羅できてると思いますので、でまた特例の使い方もねこちらの動画で解説バッチリしておりますので、ぜひ見てみてください。というわけで番外編はね、まあ、未納分があれば追納するということと、経費を使うっていうことですね、必要なものを購入する、まあ、その中にもし少額減価償却を使えるものがあれば使うと、その年はすごくね効果がありますので、ぜひ検討をしてみてください。では逆にねおすすめの節税5選プラス2つ番外編紹介したんですけど、じゃあやってはいけない節税ってどういうのがあるんですかっていうことで、次はやってはいけない節税を解説していきたいと思います。はい、やってはいけない節税です。これは節税と勘違いの脱税です。これは絶対にやってはいけません。どういうことかと言いますと、売上を計上しない、これね一つのね、まあ、常套手段なんですけど、売上を抜くっていうことですね。お客さんから例えば現金で今回もらった、要は
ね、バレないだろうとか、例えばね、現金商売でね、レジをね、ある方が、そこの中からね、現金ね、ちょっと買い物行ってくるって言ってね、1万円か2万円持って行って、それをきちんと処理してればいいんですけど、そのままにしてしまうと売り上げがずれてくる。要は1、2万円売り上げが抜いた状態で経理が進んでいってしまうので、そういうことは絶対にしてはいけないという意味です。そしてもう一つ、架空の経費の計上。要はね、仕入れを架空でね、計上した。要は仕入れしたことにした。経費を使ったことにしたというような空の領収書など、架空の経費の計上は絶対に NG になっておりますので、お気をつけください。こちらはやってはいけません。そしてネットや同業からの曖昧な情報ですね。グレーゾーンの怪しい情報ってね、やはりあります。これ知識なくやると痛い目に遭うこともあります。その時は何とかしたんですけど、その後の処理をミスしていて結局損をしたとか、その後の処理がよくわからなくてそのままにしていたら意味がなかったとか、まあね、逆に手間がかかってそんなにやることじゃなかったのなどありますので、グレーゾーンの怪しい情報は知識のない方やこうね、素人の方は気をつけてください。痛い目を見る時があります。そしてもう一つ、これよく飲み会で出るんですけど、同業のね、うちは全部経費にしてるよ、そんな真面目にやらなくていいんじゃないみたいなね、ワード出るかと思うんですけど、経費というのはその方のビジネスや業種、その働き方によって同じものでも経費になる方ならない方っているんですよね。一律ルールが決まっていて、これは絶対に経費にできる、これは絶対に経費にできないよっていうふうに決まってるわけじゃないので、各それぞれ結局違うんですよ。ですので、ね、同業や知り合い、同じ自営業だからいいだろうっていうことにね、全部経費にしてるは鵜呑みにしないでください。でね、もしね、税務調査があった時にね、誰々さんもそうしていたとか、誰々さんも全部経費にしてたからうちもしましたっていうのは絶対通用しませんので、お気をつけください。全部自己責任となっております。そしてもう一つやってはいけない節税なんですけど、三つ目、経費の浪費ですね。先ほど番外編として経費を使うっていうのを紹介したんですけども、経費の浪費というのはまた話が違います。要は必要のないものを税金を抑えたいがゆえに買うことをこの経費の浪費と言います。手元の現金は確実に減ります。ですので経費をね、使う時には本当に必要なものかどうか、もしくは自分の事業の投資になるような経費なのかをよくよく考えて、経費というのは使わないと、節税しているつもりで手元の現金は全然残ってなくて、もしくはキャッシュフローが回らなくなって、まあ、資金繰りが厳しくなってっていう場合多いですので、ぜひ皆さん気持ちを引き締めて気をつけてください。不必要なものを買うのは節税ではなく浪費です。はい、まとめです。節税ってやはりね、知らないと損をします。今挙げたねランキング5位を、ね、するだけでも全く税金の金額変わってきますので、知らないと損をするのが節税です。節税はなかなか税務署の方教えてくれないんですよね。ですので自分で情報を仕入れて自分でやるっていうことが大事になってきますので、しっかりと押さえておきましょう。そしてこの節税、年が明けてしまってからでは遅いので、事前に対策が丸なんです。年明けてからね、確定申告になりました。そこでいざ確定申告作ってみたら、今年思ってる利益があった、あ、なんか節税することないかなと思ったら、もう年明けてからは令和4年度の対策は間に合いませんので、年明けてからで遅いので、今から動いていくのがいいということで、今回今の時期にはあえてこの動画を作らせていただきました。今からならまだ間に合います。特にイデコは申請に時間がかかりますので、考えている方はね、早めに調べて早めに対策をしないと今年度間に合わないことになりますので、お気をつけください。そして番外編で紹介しましたけど、番外編もおすすめです。特に特例の少額減価償却資産、結構ね有効な手になりますので、ぜひ動画の方ね見てね、チェックしてみてください。でやはり節税をするっていうことは、普段から経理をこまめにしておかないと、今年が儲かっているのか儲かってないのか、いくらぐらい節税すればいいのかっていうのは出ませんので、やはり基本のベースは普段の経理きちんとしている方が節税ができるというふうになりますので、そこはねやはり皆さんちょっと頑張ってね、年1回確定申告の時期だけで慌ててまとめてるって方は、節税するっていうことはかなり難しいことになってくるんではないかなというふうに思います。はい、次回予告です。基本的に交互に動画をやっていって、一つね動画はこの本の中のね Q&A を紹介していくっていう動画と、今回のようにインボイスやこの節税5選のような動画と、ちょっと今2パターンに分かれていまして、次のね予告としてこの本の予告ですね、本の中の第1章の97を次の動画で紹介します。要は会社員を辞めて独立する場合に、国民年金や健康保険がどうなっているのか、皆さんねきちんとね考えてから開業しようっていうふうにね、ちゃんとね考えているのかどうかっていうポイントと、まあ、会社員時代の国民年金健康保険は一体どうなる、どんな手続き切り替えをしないといけないのかっていうのを次のね動画で紹介します。
ますので、ぜひそちらの方もね、合わせてチェックの方お願いします。このようにね、本の Q&A を順番に紹介していってますので、ぜひねこちらの方合わせてみるとかなり役に立つと思います。また次の動画もお楽しみにお待ちください。はい、私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で税理士に直接ね質問や相談がいつでもすることができること、これかなり好評です。ちょっとやっぱね、聞きたいこと、確認したいことって日々出てくると思うんですよ。税理士雇うまでじゃないけどみたいなね、質問や相談がオンラインですることが可能です。2つ目のメリットは、定期的にサロンズームを開催してますので、他のサロンメンバーさんとの情報交換、また異業種交流、または私に対して直接ズーム上で質問や相談をすることが可能です。ということでサロンズームは好評です。それで3つ目ですね、税理士の裏側を公開しています。ビジネスの考え方、 SNS の裏側、YouTube や TikTok の裏側、ビジネスに関する情報や経理や税金情報はオンラインサロンのみに投げていますので、ぜひ気になる方は概要欄の URL から取れますのでチェックしてみてください。 Facebook の非公開グループで運営をしています。参加の方お待ちしています。はい、このように自営業やフリーランス向けに役立つ情報を発信しています。チャンネル登録、高評価ボタン、また感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS として、 Instagram はフォロワーが 1.5万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが6万人を超えてますので、他の SNS も概要欄の URL から飛べるようになってますのでお願いします。それでは本日の動画の最後まで見ていただきありがとうございます。このね、節税5選、税理士おすすめベスト5、これをやれば完璧っていうようなね題名で動画をお送りしましたけど、本当にこの節税全部やるのとやらないとで全然税金額が変わってきます。その年だけではなく、その次の年、次の年ってビジネスで長い期間やりますので、トータルで考えるとものすごい金額変わってきますので、その金額がどれぐらい変わってくるかっていうのは、その方の利益や売上、業種によってまたね変わってきますので、実際の申告書の中身を見ないとね、これいいですよとかね、これとこれやりましょうっていう風にちょっとね個人的なアドバイスはできないんですけど、こういうものがありますよということで、皆さん使える節税があるかと思いますので、ぜひ早急に動いて対策をしていって、次の申告の時期にね、あの時ねこの動画見てやっといてよかったなっていう風に思ってもらえると私も嬉しいです。ぜひうまく節税してください。脱税はダメです。うまく節税をするというのがポイントになりますので、ぜひねこのようにね動画で学んでしっかりと対策をしていきましょう。はい、それでは本日もねありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またお待ちしております。それではまた。